えー、こんにちは、速化塾の久保です、まあ、私の運営する速課塾に参加はしたんだけどもなかなか一歩が踏み出せずに半年1年2年3年と過ぎちゃった方もいると思いますでも全然大丈夫なんですよ思いついた時がスタートする時なんですよね何も速課塾に入った瞬間から動けてはいませんいろんな状況はあると思いますんでしかしですね今回何年もずっとまるでね幽霊部員のように即課塾に在籍はしていたんだけども メッセージは受け取り続けていたんだけども今一つ一歩出せなかったそんな方がですね売り上げをドンと出してそしてそれをもとに出版ということになりまして2月3日の書籍出版が決まったというそんなね物語があるんですよいや本当にね23か月前はこんなことご本人ですら想像しなかったと思いますなんせ3か月前は売り上げなかったわけですからやってみようと思ってね2か月目で売り上げ17万あそして 出版に至るとということですごい伸び率をね今勢いのあるえ岡江里子さんんちょっとと今回は紹介したいと思うんですね2月3日に出版なんでその際はまたね出版数きの,出版あの紹介を私の動画からもしたいと思いますけども今回ね皆さんにおすすめしたいのは、うん、まさにこの岡江理子さんがやってみようと思って第一歩を踏み出せたそのきっかけをそのまんまね言葉にしてくださったメールをいただきましたのでここで紹介したいと思うんですね。 こういうふういふに綴られております。インターネットの世界に足を踏み入れたら驚くほど世界が広がりました先生がずっとメッセージしてくださいましたよねと、まあ、先生っていうのは私なんですけどね少し前の私みたいにメッセージを受け取りながら立ち止まっている人の希望になれるように努力していきたいと思いますとありますねえつまりですねえりこさんも私の呼びかけもしくは他の塾生さんが第一歩を踏み出すことそれを見てですね私もやってみようっていうふうに 勇気づけられたんだと思いますそれを思い出して今度は自分の一歩が誰かの一歩になるかもしれないということでその初めの一歩のねまるでバトンを渡すように今回のメッセージを下さったんじゃないかなと思うんですよ。さあ皆さんいかがですかまだ行動できてない方まだ結果が出てない方ちょっとこの辺で一歩踏み出してその踏み出した一歩はえりこさんのおかげなんだよというふうに恩返ししてみませんか あ何も変わらずに自分を変えることはできません当たり前ですけどねでも世の中は変わり続けます自分が変わらなくても世の中は変わり続けるんですよですんで今までやらなかったことをやってみる今までやってきたことをやめてみるまあこういうふうなね変化に、うん、私たちはもうちょっと積極的になってもいいんではないかなということですねまあ岡井理子さんにつきましてはまた対談などでその 進捗を紹介したいと思いますけども、こうやって今年ね、続々とやってみよう、やってみた、できたって方が、この私の即果塾の YouTube の中から出てきてくださるのは本当に私自身嬉しいことだなと思います。いや、即果塾ね、やめなくてよかったなと。やめようと思った瞬間は別にないんですけども、2013年からやってきてね、うまくいかない人も見てくるわけですよ。でもうまくいかない人ってその瞬間はうまくいってないけども、いずれ、 いろんなアプローチでうまくいくというねそんな道に進むんだと思いますそのきっかけの一つになればと思いまして今回紹介させてもらいました岡井理子さんありがとうございますこれからもよろしくお願いしますそれでは出版その際にはまた紹介させてもらいますねいってらっしゃい